1941年12月8日真珠湾攻撃によって日米決戦が始まって74年目の今日私は靖国神社に来ています今年は戦後70年目ということでかつてないほど歴史認識に関する議論が盛んになりましたその中でも注目されたのが慰安婦の強制性や日本の侵略を認めた河野談話村山談話を安倍総理が安倍談話によってどう変えるかということでしたししかし 残念ながら結果的に安倍総理は日本の侵略を認めました果たして74年前の今日私たち日本人は私たちの父祖たちは侵略をしようとそのように思って戦争を始めたのでしょうかこの点に関して甲府の科学の大川隆法総裁は最新刊「正義の法」の中で「先の戦争において日本の神々は植民地解放戦争の意味を明確に持っていた」と述べています。 私たちザ・ファクトでもペリルー島あるいは沖縄戦あるいは南京大虐殺そして従軍慰安婦問題こうした問題を取り上げて今まで何度も何度も先の戦争は日本の自衛のためアジアの植民地解放のための戦いであったと検証してきましたその日本の決起があったればこそ戦前50カ国程度だった独立国が今世界で190カ国にまで 増えてていいいるのののですすこの日本の功績はは忘れられらならななと思います戦争はしたくない、こうした反省は結構ですけれども、そうした反省のもとに日本は戦後70年間、愛国心や国益という言葉を否定し、その国力にふさわしいだけの行動力、影響力ということを国際社会の中で行使せずに、一国平和主義のもとで生きてきました。ここれをこそ 反省ししななななければならいないのではないではょうか開戦74年目の今日日本人は日本を愛する心日本の誇りを取り戻すことを今こそしなければならないと思います。